エストニアのサーレマー島に見られる浜亭、浜津海とは、波によって現れたり、波によって移動してきたものが堆積したりする、ことによって、主に海岸とほぼ平行に形成される、低い峰のことである。湖にも形成する場合もある。このため、浜津海は、世界中の陸上のあちこちで見られる。なお浜津海は、その上を砂丘が覆ったり、 砂丘とくっついてしまうこともある。浜津みがよく発達した平野を浜亭平野という。浜津みには浜辺を構成する基本的な堆積物である砂が含まれているのが通常である。この堆積物が打ち寄せる波によって移動して浜津みは形成される。したがって浜津みの高さは打ち寄せる波の波長や波高と その波が持つエネルギーの大きさに影響を受ける。このように、ハマツツミの形成には、水の波が必要なので、本来であれば、ハマツツミは、水域の近くにしか存在しないはずである。しかしながら、水面が下がったり、土地が隆起したりすると、ハマツツミは、水域から離れてしまう場合もある。このような水域から離れた、ハマツツミは、あちらこちらで見られる。 水面が下がって水域から切り離されたハマツツは、例えばアメリカ合衆国の西部に存在する、干上がった湖のそばや、北アメリカ大陸の五大湖のような水位の下がった湖周辺の内陸部に見られる。これらは、直近の氷期の終わりに、氷河が溶けて一時的に現在の米によりも水位が上がり、 周辺へ水が溢れ出したことによって形成された浜津みである。また、土地が流起したことによって水域から切り離された浜津みは、例えば、スカンジナビア半島のような表記には、厚い氷床に覆われていたような場所に見られる。これは、表記が終わって陸上の氷が溶けたことで、その氷の重量から解放された土地が急激に、 隆起する過程で形成された浜包みである。なお、これらの例とは逆に水面が上がってしまった場合は、速やかに侵食されてしまうため、浜包みは不明瞭になってしまう。古代の色恋氷河湖が残した浜堤上に作られた道路。アメリカニューヨーク州浜包みは、道路を作る場所として使われることがある。つまり、浜包みの頂の部分を道路にしてしまうわけである。 日本でも、宮城県道126号愛島、名取線、仙台バイパスのように浜包みに道路が作られている、例がある。また、散策ルートとして利用されることもある。また畑や集落として使われる。ありがとうございます。